ルディアマチュアエアこそ本日のツアーガイド大木と申します。皆様最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。盛り上がっていきましょう。それでは皆さん、こんな話ご存知でしょうか。1975年、ここアルティに武器の巨大なサメが現れ、人々が次々に襲われました。その話をもとにスピルバーグ監督が映画ジョーズを作り、この街一躍有名となったんです。まあ今でもこうしてねライフル通じてはいるんですけど、まあ使うこともないので使っておきましょう。それでちょっと待ってください。どうしたどうしたアメディシーどうした？アメディシー、アメディシー、本部今の聞いた？こちらも受信した。君たちの船のすぐ近くからだ。すぐ近く、飛行中のアメディシーからの遭難信号らしい。遭難信号、この付近を捜索してくれ。こちらはブロンジー所長に連絡を取る。ごまん了解。まあ、何かの間違いでしょ。私たちこのまま楽しくツアー続けていきましょう。では皆さん、進行方向、アメディスリーシックスリー方面、アメディスリーが沈没してます。場所は東大のすぐ近く。まだいない、サメです、ホントサメです。どうしよう、待て、だからサメだって。おなかの下に潜っちゃった。どうしよう、ライフルを使うな。了解、もう行くぜ。サメってやばない、どうしよう。そうだ、皆さんボートハウスに出しましょう。皆さん安心してください。ここならきっと安全なはずです。アメディシック処理方向ボートハウスに避難します。すいません、誰かいませんか。アメディシックス、なんと全員無事です。なんとかあのサメ、いや全部